なん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 じゃあ今日きよし君今回はですね、クッキングというよりもですね、うん、バナナジュースを作ろうと思いました。バナジュですね。バナジュなんかさ、バナナだそれパナモン、ね、パナモンね、まあ、バヘイレンにあやかってね、パナモンとバナナをちょっとかけてみたんですけど、バナナジュースというの、はい、いつもね、佐野さんのレコーディングの時に、うん、佐野さんがそんなバナナっていう最近バナナジュース屋さんが流行ってて、そのバナナジュースを買ってきてくれて、でその時初めて飲んだんだけど、すごい美味しくて、で飲んだんだけど、これ自分で作れんじゃないかなと思って、で研究に研究を重ねて、もう3ヶ月間研究したらもう店越えた。今日それをこのミキサーも持参してきたんで、業務のやつそれで作りますよ。ぜひお願いします。早速作ります。あ、お願いします。まずですね、これ昨日家で仕込んできたんですけど、うん、バナナをですね細かく切って冷凍します。冷凍することによってやっぱそう、冷凍することによってちょっとね歯ごたえがシャリッと、これね生のバナナでももちろん味は一緒なんですけど、うん、このやっぱ冷凍するとちょっとシャリッと、シャリ感が、シャリ感、あといやですね、もうほぼ腐りかけのバナナでも大丈夫っていうか、熟れてる方が甘くて美味しいんで、うん、昔ね、矢沢駅さんの楽屋にバナナが置いてあって、うん、こう黒い斑点がいっぱいついてるバナナを、これ噂ですよ、うん、A ちゃんが食べて、うん、そしたら、やっぱバナナってさ、このくらい黒い方がうまいんだよねって言ったんだって、うんうん、そしたらそれを聞いてたスタッフの人たちが、矢沢さんは黒いバナナが好きだってことで、それ以降会場 その楽屋に黒いバナナばっか、黒くなるぐらいのバナナばっか用意されてて、それを A ちゃんが食べて、やっぱバナナ美味しいねって 2,3 回以上はそれで言ったんだけど、どうでもいいけど、なんで最近バナナ黒いのばっかりなのって怒ったっていう話なんで腐りかけのばっかみたいなのって怒ったっていう話ありました。それをなんかまあ噂で聞いたことまあそれじゃないですけど、今回もね、はい、それで、まあ、凍ったバナナがありまして、それでちょっと牛乳ね、意外と思いのほか少なめで大丈夫です。こんな感じで、でここに氷もちょっと、なんで氷入れるかっていうと、牛乳とバナナだけだとね、ちょっとね胸焼けするんですよ、なんか、このね氷をちょっと入れることになって爽やかなジュースになりました。この後ミキサーにかけるんですけどもめっちゃうるさいんですよ。マジで。ちょっといきますね。かけますよ。バイクと一緒でこういう音好きなんだね、清志くん。ああ、最高だね。出ちゃいますね。こんぐらい、もうすごい。こんぐらいもたっとしてるのが、うん、あ、もうなんかアイスクリームみたい。そう、半分アイスクリーム。でもね、あれ、少なかったか。ジュースというか。やべ、少なかった。あ、そんなことないか。
バナナシェイクとも違うのかな。バナナシェイクは多分、まあ、もっと牛乳多い、まあ、そうかそうか。でもね、こんぐらいな感じなんですよ。で、やっぱさ、あのフラペチーノ感、うん、やっぱこんぐらいバナナが濃い方がいいっていうか。あ、昔あのあれだったね、マクドナルドのシェイクが吸えないみたいな、吸えないもん。あ、そうそう、うん、そんぐらいのね意気込みが必要なんですよ、うん、これ。でもめっちゃシンプルなんだね。え、以上。でもね、この最初さ、俺もっと牛乳もいっぱい入れてたし、うん、スプーンも持参しちゃった。あ、スプーンじゃないな、ストロー。ストロー。あの、もっと牛乳いっぱい入れちゃってたし、うん、ちょっと強いじゃない。はい、ありがとうございます。なお、はい、たくさん、はい、すいません。はい、どうぞ、ご賞味あれ。いただきます。うん、うん、この感じなんですよ、うん、美味しい。でも本当にあの、うん、マックシ、子供の時にマックシェイクを飲んだみたい。今全然出てこなくて、ちょっとビビりました。どうぞどうぞ。あちらちゃんね、うちに来て何回か飲んだことあるんですよ。これなんか、なんだろう、それは飲んだ時に癖になる味だなとかって言ってたら、誰かに言い方違うよ。いやいや、そんなことないよ。タケちゃん、タケちゃん、冷たいんだね。思いのほうが冷たかった。でもね、確かに夏飲むと体がぐっと冷える、うん、だから冬飲むと寒いから、確かに、うん、あ、ポテトも上がったみたいですよ、うん。今日もう一個作ってくれるって、あ、作ってくれるじゃないかっていうか、これは、うん、次はポテトを上げていただいたんですけど、なんかそれぞれのみんなの好みの味付けってあるじゃないですか、うん、なんかさ、そのポテトさ、みんなこうすごいさ、ファーストフードとか行くといろんなの味付いてたりとかいろんなのあるけど、みんなそれぞれ好きな食べ方があるんじゃないかって。普通に食ってる人がいますけど、これそもそもなんだけど、ポテトってカリッとしたのが好きな人と、ヘニョっとしたのが好きな人いないですか。僕結構あのマクドナルドのポテトとか一回チンしてヘニャっとさせて食べるのすっごい好きなんですよ。なるほどね、うん、だ昔はだからこう、あの買ってきてもらうとこうくっついて中の方がもう蒸気でヘニャっとしてたから、うん、中の方のがすごい好きでカチカチのやつとか残しちゃうみたいな感じだった、うん、やっぱカリッと、いや、僕ね、外がカリッと中ホクホクっていうのが好きです。もうあ、このこのタイプのポテト、うん、これはどっちかというとあのケンタッキースタイルですね。そうだね、ケンタッキーフライドチキンとかモスバーガースタイル、うん、あ、モスバーガー、モスバーガー、モスバーガーでした。失礼しました、はい、え、じゃあみんなさ、それぞれ、うん、みんなそれぞれ持ってきたやつは、これやっぱ美味しいですね、やっぱり。戻っちゃった。美味しいでしょ。いや、じゃあまあおかわり後で、止まんないんですよね、おかわり後で止まんないの、うん、別にはだって何回も飲んでるでしょ。え、ね、じゃあさ、これポテトこれにつけて食べてみたらどうなの。やってみて。お、やってみる。いただきます。はい。じゃ早速。それはない。いや、絶対美味しいと思うよ。なんか、さつまいもみたいになっちゃってる。甘みがいいよ、甘みが出ちゃう。それはない。でも、なんかあるじゃん。あ、だからさ、ドーナツにさ、アイスみたいな。今、感覚でやったんだけど。なるほどね。ちょっとなんかすっぽ抜けた。はい。さつまいも。さつまいも。失礼しました。まあいいや。え、じゃあ、なんでみんな何もかけないの。結構お腹空いてる。なんかそれぞれの調味料で食べるって企画じゃん。お腹空いてんだよね。お腹空いてるだけじゃん。誰から行く。え、じゃあ、アイコン。あ、僕はね、すいません、はい、やっぱりね、このあの本当はモルトビネガーってイギリスのフィッシュ&チップスとかで食べる食べ方、お酢をあのあ、わからわぶっかけでフィッシュ&チップスね、スタイルで本当はなかなか日本でモルトビネガー売ってないんですよ。そうだね、うん、で、はい、イギリス遊びに行った帰ってきてなんかないかなっていう時にモルトビネガーないからって発見したのがこのサラダ酢ってやつなんです、うん、でまあ、ちょっと味は違うんだけどこっちは味ついてるんで、はい、僕はもうあの餃子とかもこれで食べちゃうみたいな、もう万能酢、うん、これで食べてみたいなっていうお酢、本当はもうここにもうガンガン行きたいくらいなんですけど、はい、ここにじゃあちょっと出しつつ、皆さんそれぞれ、うん、
付けになってて、これ成城石井とかで買えるやつです。蜜柑のやつも近いですけど、あ、じゃあ二度付け禁止で、二度付け禁止ね、いただきます。うん、フィッシュ&チップス、どうかな、二度付け禁止、うん、あのそんな違和感はないね、なんかでしょ、だほんともうバチバチいきたい、なんか食べたことあるような気もする味だな、え、どういうこと、前世の話、前世の話かな、うまいね、うまい、俺好き、フィッシュ&チップス、ほんとに、あ、ビネガー、ビネガーです、あのお酢だよね、お酢っす、うん、おいしい、美味しいよね、もう一回食べていいですかもう飲んじゃってください、うん、飲んじゃって、吐いちゃって、なんちゃってすいません、あ、アイオンこれ美味しい、お、ほんと、うん、美味しい、美味しい、初めて食べたかも、これで美味しいっす、うん、いや、ハニーマスタード、おー、うん、簡単なんで、あの某ハンバーガーチェーンの味になりますんで、あ、あれかな、え、M のとこマヨネーズ入れます、あ、そうなの、同じ同じ、だってハニーマスタードで、このマスタードね、うん、こういうドバッと半々ずつ入れました、半々ずつ、うん、そこにですね、ハチミツ、本当にそうなんだ、え、そうだよ、本当にハチミツじゃん、で、ちょっとこれだけだとちょっとさっきのバナナじゃないけどもったりするんで、うん、ちょっと牛乳入れます、牛乳入れるね、ちょっとね入れるね、ちょっとよ、はい、うん、これを、やべえ、もうすげえ、俺なんかスーターって入れてみんなに渡しちゃったけど差がついちゃったね、やっぱこの一手間だもん、いやいや全然、超うまそうじゃん、ハニーマスタードってさ、なんかあの、うん、ナゲットみたいのとか、あ、それか、そう、それ、それの話をしてる、ね、気づくの遅っ、 その話をしてる、じゃあちょっと私が先にお願いします、うん、ハニーマスタードです、おーい、これ、ナゲット確かに一番抜群です、すいません、出た、おかわり、あ、おかわり、おかわり、アンコールが、アンコール、ハニーマスタード、どうぞ、美味しい、すいません、ありがとうございます、ハニーマスタード、あ、でもこれ鶏肉とかにつけて焼いてもうまい、がっつり、はい、あー、やっぱうまい、バチシマスタードと、いや、マスタードとマヨネーズと、うん、ちゃんマスタードなんだけどね、あ、まあこの、この、うん、この4つで、前原さん食べました、ね、もうね、完成されてるらしいですよ、これはい、ということで、はい、お次の方、ここの、アキラ、じゃあ僕、あんまりなんか、その自分でこう、なん今日、今回お題が何でしたっけ、これどうやってやってんの、開けていいね、それね、開けていい、うん、あ、落とすやつ、あれ、これで、まあ、一応出ます、ああ、ということも分からず買ってきたんですが、あんまり、なんだろう、クレイジーソルト、本当クレイジーソルトってもともとどこの食べ物、ね、日本産なのかな、でも、いや、輸入だよ、コストコとか売ってるよね、そうだね、うん、まあ、輸入だったと思うよ、ヨーロッパにあったから、アメリカ、エイジーソルトはもうなんかもうハッピーになっちゃうよねなんで口調がエイちゃんになるのとりあえず、もう何を持ってきていいのかわからなかったので、これはみんな好きかなと思ったので、でもなんか普通の塩味はもちろんポテトだから食べたことあるけど、はい、あの
クレイジーソルト味って食べたことないかも、あんまり。あ、ポテトだと、うん、そか家でね、とんかつとかにちょっと捨てたりとかは、うん、とか、まあなんか何でも。いや、俺よく使う、うん、あ、ほんと野菜とかに。そう、俺もクレイジーソルトの消費量は半端じゃないです。あ、ポテトで食べたことないですね。美味しくないわけないですよね。ポップコーンであるよね、クレイジーソルト味って。あ、多分さ、それとさ、このビネガーも混ぜても絶対うまいよ。絶対うまい。あ、ほんとだ。ビネガーも混ぜたいですね。つんちゃん、それ全部自分で食べちゃうんですか。はい、みんなにも。あれ絶対うまいっす。そんな特別、たくさんつけないとダメなの。はい。間違いないし。これはまあそうだよね。あ、もう。食べる前にもう、このクレイジーソルト感が。これはもうね、あの、あ、うまい。なんかハニーマスタードもめちゃくちゃうまいんだけど、やっぱシンプルにうまい。シンプルにうまいね。塩はね、外さない感じ。あ、二度漬け。いや、やっぱ口に入れて出ないから。いや、ハニーマスタードとクレイジーソルト。あれ、ビネガーとじゃなくて。そう、ビネガーと。あ、いいそれ。え、何？ちょっとビネガーいい。ビネっていいよ。ビネっていいけど、でもだから二度漬けしない、ほら、だからそれだと二度漬けになっちゃう。いや、やっぱあの二度漬けってね、どういうこと。ほら、垂れてる下に。あ、これうまいだろ。あ、まあ、いいかもね。だしょだしょ、ちょっと俺もダシャーさんって言うようになっちゃうけど、だしょだしょ、じゃあちょっとやっましょうか。ミックスしてる。もっといっちゃうか。あ、もう全部いっちゃう。全部いっちゃう。俺もそれ食べたい。だしょ？だしょ。もうなんかもう完成されてる。うん、なんか完成度上がったね。完成された。うん、もう今も手に持って待っちゃってる。締まった味がね。うん、締まるね、やっぱね、塩って。めっちゃ完成されてるこれ。うまいね。これはなかなかね。いいっすね。え、お酢と塩、お酢とクレイジーソルトとハーブ、ハーブだよね、うん、あ、僕ね、そのハーブ系で、うん、これはちょっと嫁に教えてもらった、うん、クロセのスパイスっていうのがあるんですけど、これをちょっと試してもらっていいですか。クロセのスパイス、はい、今、とりあえず何も説明しないで、そうだね、何も説明しないで、うん、それもでも、お酢とか、ね、クロセ、クロセ、でもね、多分最終的にお酢と全部合うと。土地の名前なのか。じゃあまずアイゴン。人の名前なのか。分かる。黒瀬さん。これでちょっと一回。これね、肉とか何でも合うんですよ。黒瀬さんってでもあんまいないよね。うん、ステーキになっちゃった。そうそうそう。あ、そう。バーベキュー。うまっ。あ、一気になんかちょっとハワイに来ちゃったみたいな。あ、二度漬け、二度漬けすんな。いや、今完全につけてない、つけてない。ベリーつけてた。つける途中。今一時停止で止まった、止まってないみたいな。いや、もう停止線の前に止まったよ。ちょっとこれ、これ押す。いや、だからさ、みんな二度漬けすんな。一回みんな食べてからさ、そのアレンジすればいいじゃん。だってしかもさっきのやつクレイジーソルトも入っちゃってるから、これ常ちゃんにまずこれを食べてもらって。常ちゃん、はい。ありがとうございます。クロセのスパイス。これなんだっけ、クレイジーソルト。これもうまいだよね。いや、そうだよね。これはすごい。今ちょっとスピードみたいになっちゃった。そうだよね。うーん。でも美味しい。そうだよね。ね、うん。これだからバーベキューとかに一本あると便利らしいです。これどんな肉でも極上になっちゃう。そう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 。やばい。だからなんていうの、こうだからあれだね、あのこうどんなやつでもかっこよくなっちゃうみたいな。今だからそれで洋服のメーカーを思い浮かべようと思ったんだけど、思い浮かばなかったです。あとアイゴン、これアイゴンおすすめの、すいません、これ言った方がいいんじゃない。これはまあ僕も本当あのタバスコはね、もう何にかけてもいいっていうこのチポートレ、タバスコ自体そうなんだけど、このまたチポートレはさらにすごくて、そうそう、もう爆発力が半端じゃねえから、僕もう餃子から卵料理からお肉から、うん、もう何でもこれいっちゃいますから。すいません。
これも僕清志くん家にもう持ってて、これ置いといてくれみたいなね感じで、これうちから持ってきたんですか。そうなんですよ、もうねあ、これ自分で食べ始めちゃったいや、タケちゃん食べたことないし。これはでも俺はもう二度漬けダメだよ。味知ってんだよな、大体。まあ俺少ないつけてないから、まだ口に入れてないから今二度漬けしたの。もう俺でもね、もう一個なんかテイストが欲しいから、もう一個テイスト欲しい。俺ね、これケチャップとこれ混ぜるのちょっと好きだけど。そうだよね、もう一個欲しい。これ、あれもこれタバスコだけ。タバスコです。それと一応タバスコだけなんで、ちょっと後でケチャップも足してみようか、それとミックスするとちょっとスモークバーベキューソース味になりますよ、それも、なるほど、これケチャップ入れてみます。あ、もうぜひケチャップ入れて、それもちょっと足そうか。タバスコとかなくなぁ、足してスプーンまずまずしてもらえる。はい、俺もう家だとノールックだからね、ずっとこうやってかけてるみたいな完全なタバスコ持ち歩いてる人みたいな。いやもう一時期中森明菜がタバスコ持ち歩いてたらしいですね。マジ？それ何情報？あ、なんか宮脇さん情報。いやいや、やべえ、やべえ情報みたいな。やべえちょっとじゃあこれじゃあもういただ…あ、これさ、うん、マクドナルドのさバーベキューソースみたいになるかな。ちょっと色味が。そう。ナゲットの。いや、なると思う。あ、もうそれの強いやつ。最強のやつ。あくびしてましたよ。してないよ。あ、すみません。じゃあ、こう。ちょっとつけすぎた。味が濃くないし。あ、でも美味しい美味しい美味しい。もう一個さ。僕のおすすめなのメキシカンのやつやっていい？うん、この間いただいたやつ、うん、みんなこれもケチャップとこれをタパティオ、ね、タパティオってやつ、アメリカのスーパーで普通にどこでも売ってますね。だけど日本だと売ってないの、うん、あ、そうなの？売ってない、なんもない、全然輸入されてない。だから代理店やろうかな、輸入代理店。いいですね、アントニオ。Yes. アントニオになろうか。はい、いただきます。これ何でもメキシカン、いっぱいつけたいから大きめのを取りました。はいこれね、トマトスープとかに入れてもね、全部ね、メキシカンだ。タバスコとやっぱ違うね。違う違う。あ、だからトルティーヤとかやるときさ、あ、これもマスト。うん、タケちゃんどうすか。これはいいよ、なんか味がちゃんとしっかりしてて両方の味がしっかりしてて、なんか評論家みたいなスペイン語で美味しいってなんて言うんだっけ。ボーノは違う。ボーノは違うか。違う。ボニータは違うか。アニータ、アニータ。美味しいですか。これまたこれと違うね、全然その皆さんが、ね、違うってことね、味わって、なんて言ったらいいのかな、なんかね、方向性がケチャップが生きる。そうね、スモーク感がない。清志くん最後のはタパティオとケチャップ。タパティオとケチャップ。へぇ、この一気にさ、どんどんさ、こうアメリカンからメキシコの方まで行って、で、マハル先生に、マハル先生のおすすめの、あったっけ。あ、これか。あ、そうだ。はいはい。あ、まあ、これは大丈夫。それも食べてみようよ。そうそうそう。こっちだけ千鳥のね、千鳥で。こっち先にしますか。うん、じゃあ、はい、そうそう。まず、まだこう、アメリカから戻ってきてない感じで。これは、あの、マネージャーの馬場さんのおすすめの。馬場ちゃんが開発した。ガーリック何？馬場ちゃんがあの開発、製造したという。これは全然味も何もわかんないけど。二度付け禁止ですよ。ガーリックバターソース。うん、これも絶対うまい。あ、鉄平な感じかな。え、鉄平感が、鉄平感出るかもよ。ガーリックバター、はい、鉄平っていうのは、まあ、ステーキ屋さんね。ステーキ屋さんの鉄平の感じが、どう。あ、何、
ハーレー・ダビッドソンの横の感じがする。やっぱ、てっぺいだね。てっぺいじゃん、てっぺいじゃん。マジ、ちょっとじゃあ大きめでいきます。てっぺい感ライス残したら怒られる感じ。てっぺいじゃん。てっぺいだ、それ。それもてっぺいです。それもてっぺい。うまっ、これ。おいしい。うん。ねえ。これでも。あ、これ欲しい。濃いな。これ料理に使えるね。ねえ。これ普通に売ってんの？オーケーに売ってるよ。ほんと？うん、売ってる。うん、オーケーでも最近売り切れてるから。うまい。てっぺい感あるよね。それだよね。さあ、じゃあ鳥に。鳥の一番。すごいな。大したものはないんですけど、これあの仙台の宮城県で作ってるよっちゃんナンバーっていう醤油になんか唐辛子とかを混ぜて和風の一気にね感じなんですけど、ね、ちょっとローカル全然でも本当はさ普通何につけたりするの？ポテト？いやいや、あ、違う、そのそのタレは、まあ納豆とか。納豆、うん、だから醤油を使うんだったら、あとカレーとかさ。カレー、俺あのカレーは醤油派だから。よっちゃんナンバーっていうのは醤油なんてのか。醤油ベース。醤油ベース。中森明菜もあのカレーは絶対醤油って言ってたから。あ、でもね、小松ちゃんも言ってた。小松ちゃんもとんかつは醤油。とんかつは違うと思う。でもいるそうですね。まあちょっと結構極物が今出てきました。ちょっと初めてなんですけど。初めてだって。どう？ある。まあまあ、じゃがいもだからね、合わないことはない。うんうんうん、まあ、まあいいんじゃないか。まあ、あの、だから、なんで二度漬けするんだろう。じゃあ、ちょっと前原さんの一押し、鳥を飾る。なんでその表情だ。まあ、いただきます。電楽感が、まあ、でも美味しいよ。美味しい。けど、お酢とか混ぜた方がいいのかな。いや、ポテトにつけなくていいんじゃないかなっていう。美味しいんだけど。こんにゃく、味噌田楽感っていうかね。若干ね、匂いがね。味噌田みたいな。そうね、そっち系ですかね。だから、ん？そんな顔しなくていいよ。まあまあ。いや、別に食い物だから。ふかしたお芋とかにはいいかもしれない。うんうん、ポテトの。でも美味しいけど、うん、美味しい美味しい。調味料自体は美味しい。調味料自体、前原がダメとか言ってるわけでしょ、全然。いや、だから醤油の代わりに、あの、うん、何でも使えるんですよ。そうなんだ。醤油は美味しい。お刺身とかどうなの？あ、いいんじゃない。刺身で食べたことないから。あ、ないけど。田楽でやるな。でも前原、前にあの仙台行った時、これ買ってみんなに、俺に、あ、はい、みたいに配られて。なん、どうしたのって言ったら、いや、いや、だから最近もそれをやりたいんだけど、最近仙台でね、いつも売り切れてるんだよ、マジで。へー。でも東京で帰る店を発見したんだよ。それ裏にさ、何料理に使うとか書いてない？ここには書いてないね。なるほど。でもね、ほんとね、何にでも使えるって書いてありました。あ、でも、美味しい、美味しい。あの豆腐とかさ。ああ、豆腐がいいね。いいかも。豆腐いいかもしれない。